こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、最高のレース展開、最悪の事故、最低の後味の疑惑が混在した1982年インディ500について解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。え？なんか導入がすごいわね。満塁ホームランじゃない。ああ。インディ500はこの年、いろんな意味でファンの記憶に残ることになった。大レコードもいくつも生まれ記録としても残った。これから解説するぜ。頼むわね。インディ500はその名の通り、500マイル、イコール800キロをひたすら全開で駆け抜ける大迫力のレースだ。世界三大レースの一つで、現地観客数は世界最大だ。このレースならではの伝統やルールがあるが、概要を別動画で解説してるからそっちを参考にしてほしいぜ。さて1982年のインディ500だが、年に1回の大イベントなだけにレース前から様々な話題で溢れていた。大きな話題の一つがマリオ・アンドレッティの本格参戦だ。アンドレッティは1978年に F1 ワールドチャンピオンに輝いた伝説的なドライバーだ。F1 を中心に突出した成績を残す一方で、アメリカ最大のレース、インディ500でアメリカ人のアンドレッティはなかなか勝てないでいた。それが理由かは定かではないが、この1982年からアンドレッティは F1 のほとんどのレースに欠場し、北米レースに活動の場を移した。新たなレースキャリアのスタートを切ったアンドレッティの走りとは、というのが一つ目だな。二つ目の話題だが、アンソニー・ジョセフ・ホイト・ジュニアというインディ500で歴代最多、4回優勝した選手のことだ。1981年7月、ミシガン500のレースで大事故に巻き込まれる。腕を複雑骨折し、危うく切断になるところだった。インディ500はこれまで24年連続で出場していたが、25回目となる1982年大会への参加は絶望視されていた。しかし、驚異の回復で参加が決定。ファンは大歓喜。アンドレッティとの対決が見物となった。アンドレッティ選手とホイト選手ね、レースが楽しみだわ。あとルールについて一つ変更が入った。リック・メアーズというインディ500で1回優勝のドライバーが1981年大会でキット火災に遭い、大やけどを負う。それに伴い1982年からは燃料タンクの固定や消火栓の増設、ピットクルーに対して耐火服の着用義務を課すなどの対策がなされた。リック・メアーズはやけどにもかかわらず1981年シーズンを懸命に戦い、北米カート選手権の年間チャンピオンを獲得。この1982年シーズンも活躍が期待されていた。さて、まずは1982年5月15日、土曜日の予選だ。1台ずつでタイムアタックが行われる。トップはそのメアーズだった。なんと平均速度で歴代最速、毎時 207.004 マイルを記録した。あ、ちなみにこのレースにおける速さの尺度は、1周を何秒で走った、ではなく1周平均どれだけ高速で走り切ったかという平均速度が一般的に使われている。ここ数年は200マイルの大台に乗せられるかどうかが一つのポイントだ。ちなみに予選は数年前に達成されたが、決勝レースはまだ1周平均時速200マイルの記録は未達成だ。メアーズ含め数台がアタックを行った。そして12時、ゴードン・スマイリーの番が来た。ゴードン・スマイリーは36歳。大レースでの優勝経験はないが、昨年のインディは13位。途中、トップを走ったこともあった中堅ドライバーだ。トラックに入ったらまず2周ウォームアップ走行して、3周目からがタイムアタックだ。そしてそのウォームアップ走行2周目、事故は突然起こった。それまでスマイリーの走りに特に問題はなかった。2周目、第3コーナーのカーブだ。1キロのストレートの後で速度が乗っていた。時速約320キロだ。前輪が突然滑り、マシンが左を向き始めた。スマイリーは修正しようとハンドルを右に切る。その瞬間、前輪のグリップが急回復。マシンは一直線に外壁に向かった。そして衝突。燃料タンクが破壊され大炎上。マシンも粉々になった。スマイリーの体には瞬間的に 100G 以上もの負荷がかかったそうだ。体は、形を保っていなかった。痛ましすぎる。レース中の重大事故としては、史上最悪の1973年事故以来、9年ぶりのことだった。事故があったのが12時15分。状況や容態を関係者が把握し、観客へアナウンスされたのが12時37分だ。フェンスの修復やコース清掃には2時間以上かかった。以降、試走が行われ最終的にタイムアタックが再開される頃には夕方になっていた。原因は不明だ。スマイリーはマシンが乱れた時の逆ハンドル、カウンターステアが非常にクイックだったそうだから、今回はその技術が逆にアダになったのかもしれないな。
以降のレースプログラムはスケジュール通りに進んだ。5月27日はピットストップコンテストが開催される。優勝はリック・メアーズだった。選手はポールポジションを取って、ピットのメンバーもピットストップが最速なのね。このチームすごい。続く5月28日にはワンアメリカ500フェスティバルというハーフマラソン大会が開催された。ほんとレースっていうかお祭りみたいなイベントなのね。そして1982年5月30日、日曜日の決勝レースだ。天候は晴れのち曇り。決勝日だけで35万人が来場した。決勝レースを走れるのは伝統的に33台と決まっている。50台近くが予選落ちしていた。ポールシッターは説明した通り、リック・メアーズ。2番手がメアーズのチームメイト、ケビン・コーガン。3番手が AJ ホイト。マリオ・アンドレッティは4番手のポジションだ。解説者には F1 の元ワールドチャンピオンのジャッキー・スチュワートがついた。いよいよ始まるのね。先導車はシボレーカマロ Z28 クーペ。先導車にマシンの隊列が続く。ローリングラップは2周行われた。この後、先導車がピットレーンに退避するだろう。そしてグリーンフラッグが振られたらレーススタートだ。2周目、最終コーナー。先導車が退避した。隊列はそのままストレートへ。そしてグリーンフラッグでスタートになるその時だった。ケビン・コーガンが突如、左へ。ホイトとぶつかる。反動で、右へ。2列目のアンドレッティと衝突。2台は壁にも当たる。後ろの方も大変なことになってる。計6台の多重事故となった。幸い怪我人はいなかった。先頭がクラッシュしたにもかかわらず6台の事故で済んだのも、まあマシな方だったかもしれないな。周りもうまく避けた。スタート後で速度が乗ってたらかなり大変なことになってただろう。とはいえ場内の白熱したムードは一変。騒然となった。レースは当然、一時中断だ。どうしてこうなっちゃったの？アンドレッティやホイトは怒りが収まらず、コーガンに詰め寄る。コーガンは、自分の運転のせいではないと釈明した。コーガンの所属チームであるチームペンスキーからは特に発表はされなかった。再開を待っている間、事故について様々な推測がなされた。コーガンが意図的にやったのでは、という会話も放送され、世論的にはコーガンが悪者扱いされるようになってしまう。意図的にこんなことしたとして、何かコーガンに利益があるの？自滅行為じゃない。コーガンがライバルを潰せばチームメイトのリック・メアーズが勝ちやすくなりチームに利益がある。当時はファーストドライバーを勝たせるために、セカンドドライバーはあらゆる汚い仕事をするようなチームもあったようだ。でもコーガンもタイムアタック2位の実力者なんだから普通に戦えばいいと思うのよね。まあそうだよな。しかしレースが中断され、しかもアンドレッティとホイトという2大スタードライバーを道連れにされた観客の失望は計り知れない。理由はどうあれ発端となったコーガンを叩きでもしないと気持ちが収まらなかったんじゃないだろうか。そしてこの事故の進展はレース後のことだ。エンジンの駆動力をタイヤに伝えるための部品に破損が見つかった。じゃあマシンのせいなの？部品がいきなり壊れたっていうこと？コーガン自身はそう主張しているな。一方、今回スタートの瞬間に起こったということを鑑みると、より自然な別のシナリオが考えられると被害者のホイトは主張している。どういうこと？当時はどのマシンもターボチャージャー付きのエンジンだ。エンジンを高回転で回すほど顕著にターボのパワーが出る。コーガンはスタートダッシュで優位に立つため、他車より低いギアでスタートしようとした可能性がある。速いがリスクがあるため他のドライバーはやらない行為だ。そして第1コーナーをより緩い角度で曲がるため、直線で右に寄っておくんだが、マシンが右向きに暴れたのはパワーに合わない角度でハンドルを右に切ったからでは？また、消耗していない部品が理由なく壊れることは考えにくい。マシンとの衝突時に壊れたんだろうとホイトは考えている。なるほど、なんかそれ理屈的には納得できるわね。陰謀論と、自然故障説と、運転ミス説があるのね。ああ。そしてもう事実はわからない。ただ世間的には悪評が立ってしまった。続けるぞ。コース清掃などで1時間弱かかったが、決勝レースはリスタートが決まった。ホイトと新人1人はそれまでになんとかマシンを直し、決勝レースに参加できることになった。しかしアンドレッティともう2人はマシンが致命的に破損しており、決勝レースは走れなかった。2人の新人は初めての決勝レースになるはずだった。初のインディー500決勝レース出場が消えちゃったのね。きつすぎる。まあ最後尾としての順位はつくし、賞金も出るけどな。がっかりだろうな。なお、アンドレッティ一族がインディー500で勝てないことをアンドレッティ家の呪いというそうなんだが、この事件でいよいよ呪いじみてきたとして話が広がった。レースはコーガン、アンドレッティ、新人2人の計4台を除く29台でスタートした。200周のレースだ。前半リードしたのはホイトだ。
そしてポールシッターのリックメアーズはホエトにぴったりとくっついていく。事件は95周目、ホエトのマシンにトランスミッションのトラブルが発生。ピットインスルが解消されず、ホエトはリタイアになった。そこからはゴードン・ジョンコックとメアーズとの一騎打ちとなった。ジョンコックはあの1973年、地獄のレースで優勝したベテランドライバーだ。昨年の1981年大会でジョンコックは、181周目までトップを守りながらマシントラブルで泣かされており、雪辱に燃えていた。二人の攻防は一進一退。122周目、メアーズはインディ500史上、決勝レースとしては最速となる時速 200.535 マイルをとうとう記録した。200マイル超え？すごい、予選タイムも最速だったわよね。記録量産してる。その後も両者は抜き、抜かれを繰り返した。差はほぼない。182周目、メアーズが給油のためピットイン。ピットレーンには先に入ったハーム・ジョンソンがいたが、やや遅かった。メアーズはジョンソンに追突してしまう。というよりせかせるためにちょっと当てた感じにも見える。ちょっと、大丈夫なの？いいの？まあ両者大したことはなかったようだ。メアーズは満タンに給油して出る。4周後、ジョンコックもピットイン。ジョンコックは残りの距離を走れるだけの量しか給油しなかったため、ピット作業の時間は早かった。これでジョンコックはなんと11秒のリードを稼いだ。これは勝負あった？いやそう簡単ではなかった。燃料が満タンのメアーズの方がハンドリングが良く、1周あたり1秒も早いタイムでジョンコックを猛追した。そして残り2周。ビタ付けの状態まで持っていった。抜きたいメアーズは30歳、ブロックするジョンコックは46歳。勝つのは若さの爆発力か、ベテランの技術か。最終ラップ、一時は横並びの状態まで行った。会場も実況も大絶叫だ。最終的にはギリギリでしのいだジョンコックがトップチェッカーを受けた。2台の差はマシン1台分。0.16 秒だった。歴代で最短のタイム差となり、これも記録に残った。これは熱い熱すぎる。ジョンコックは2度目の優勝だ。結果的にはこれがインディ500最後の優勝となった。2レースとも大変なレースだったわね。完全に、大変なレースに強いジョンコックって印象だわ。一方、メアーズのキャリアは今後も続く。予選や決勝で見せた一発の速さはむしろこれから開花する。最終的に打ち立てることになる、インディ500におけるポールポジション6回の記録は誰も並べない大記録として今でも残っている。このレースに完走できたのはたった8台だった。2台のバトルの裏では多くのマシンの退場があったわけだ。21台が消えたのね。過酷なレースね。アンドレッティ家のインディ500への挑戦は続いた。息子、おい、孫にまで至った。しかしマリオ・アンドレッティが達成した1969年以来の優勝は結局来なかったぜ。呪いね完全に。なおスタートで大波乱を起こすことになってしまったケビン・コーガンだが、この1982年シーズンをもってチームペンスキーからは解雇されてしまう。それってやっぱり事故と関係あるのかしら？不明だな。マシンのシートは取り合いだから、より良い条件で速いドライバーと契約できれば、遅いドライバーは問答無用で蹴落とされるしな。俺はスポンサーがついてるから報酬はいらん。あいつの代わりに乗せてくれ、みたいな生々しい交渉までがされているような時代だったようだ。コーガンはその後も別のチームでインディ500に挑戦し続け1986年が最高で、2位の記録を残した。197周目までトップだったが、残り3周で大逆転負けだ。うわ惜しい、いいレースしてるじゃない。2009年にはインディ500の開催地であるインディアナポリスモータースピードウェイの100周年、2011年にはインディ500としての100周年記念イベントがあった。コーガンはどちらも招待を受けていたが、出席を拒否しているぜ。以上、今回は大事故、疑惑のクラッシュ、白熱のレースが詰まった1982年インディ500について解説させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからもモータースポーツを中心に 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。